おはようございます。ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。さあ先生、今日は川崎フロンターレです。よろしくお願いいたします。さあ2020シーズンのね、幕開けを告げますこのシリーズでございますけれども、はい、各種データからね、今シーズンどんな感じなのかっていうのをね、楽しみだ。フォーメーション、世代分布、メンバー分布の、ところから見ていこうと、いきましょう、いうコーナーでございます。プロサッカーデータマンの先生、今日もよろしくお願いします。どうもお願いします。それではいきましょう。ドン出ましたよ。はい、さあこのようなメンバー、うん、今日の見方からちょっといきましょう、はいはい。ピンクのところですね、うん、ゴールキーパーとなっております。そこからどんどん右に行きましょう、はい、青がセンターバック、水色がサイドバック、はい、オレンジが守備的ミッドフィルダー、黄色が攻撃的ミッドフィルダー、うん、黄緑がウインガーとなっておりまして、緑がセンターフォワードとなっております、はい。そして縦軸が、こちら世代分布ということになっておりますね。4年のオリンピックごとにですね、こういう風に世代分布が分かるようになっております。これが1年ずつ上にずれていくとお考えいただきたいと思います。このような分布になっております。そして黄色で囲われているようなこのメンバーはどうですか。2020シーズンの、まあ、当面の主力と思っていただければいいかもしれません。そして選手の、脇に、赤十字の、まあ、健吾選手ですね、ついてますけど、彼がいよいよ6月ぐらいに復帰するかな、はい、といったところでございます、はい。では一人ずつ見ていきましょう、はい、うん、まあ、キーパーはここはもうチョン・ソン・リョウ、まあ、大きく様変わってはないですね、はい、ここに関してはね、はい、まあ、大体例年と同じ感じになっていくのかなとは思います、うん、はい。続いてセンターバック見ていきたいんですが、うん、まあ、純正センターバックは少ないんですよ、はい、というか2人しかいません。はあはあ、でボランチ兼任の山村がセンターバックやっていくでしょうねというのと、うん、車屋とあとはルーキーの神谷選手、うん、この辺りもやっていくんじゃないかなと思います。何かね、あれ次第、うんうんうん、ただ何事もない1年が、まあ、川崎が優勝するためには必要なんじゃないかと思うので、結構少人数でキュッとやるんですもん ね、はい、でも、まあ、ある意味リバプールとかもそんなもんですから、海外で見ていったら、まあ、そんな感じじゃないかなと思います、はいはい、で同じくサイドバックがちょっと面白くなっておりまして、湘南からやってきた山根選手が右で、左を車や上里選手で争っている感じにはなるのかなといったところ、はい、ただ大学時代とかはもともと中盤をやっていた、まあ、今年のルーキー伊坂善一選手が、うん、サイドバック転向ということで、まあね、ちょっとまた新しい偽サイドバックではちょっと違いますが、ちょっとアタッカー気質のサイドバックが誕生するかもしれないなと。現代的なね、近代サイドバックを目指して戦いが始まる、なっていくかなといったところでございます、はい。そして川崎、今まで2ボランチ体制でやってきていたんですが、はい、今年はどうやら1アンカーと。ーこんだけでもねタレントが揃ってるのに1なんですね、まあ、ただ片方の選手がいわゆるインサイドハーフに行くって形になりますので、はい、いわゆるそこ中盤のそこは森田田中の2人がやっていくのかなと、うん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 、で、インサイドハーフの片方を、まあ、健吾、下田、大島あたりがやっていくことになるのかなと、はいはい、でもう片方のインサイドハーフはほぼ脇坂なんじゃないかなという感じですね。そこはもう定位置になりつつあるなるでしょうね。もうハーフスペースのもうだから電動しぐらいのことになってきてるんで、彼うまいなと思います。だからパサー大島とこうスルスルっとこう抜けていくような感じのスラローム型の脇坂っていう形になっていくのかなとは思います、はい。ともすれば家永選手も中やっても面白いんじゃないかなと思うんですけどね。あ、そっか、あの外がいっぱいそれだけいるんですよ、それこそ左サイド、長谷川達也が筆頭角になってきて、はい、うん、で左に学と三笘、はい、で右サイドに、基本的には、まあ、小林優か、うん、または家長かともすれば旗手と見せかけておきながら、ルヴァンカップでは宮代大成、なるほどね、なんてね、はははそうなんですよ。先日のシリーズでもね、先生伺いましたけど、結構上下動が求められるわけですよね。そうなんですよ。ってなるとやっぱ若手が重用されるかもしれない、ね、かもしれませんね、うん、ただそうなってくると真ん中がダミアンしかいなくなっちゃうので、すると真ん中誰やるのと、ダミアンなのか小林優なのか大勢なのか、はい、または旗手がやったりするのか、うんうんうん、まあ、ここのだからね、誰がやるのかでも結構フォーメーション変わってくると思うので、面白いですね、はい、というのではなく今回こういう来たかっていうのも楽しめる、うん、楽しみでございます、うん、ということでじゃあ番手表見ていきましょう、はいはい、こちらです。どん出ました。はい、左側が、はい、まあ、主なスタメン候補と考えていただければと思います、うん、はいはいはい、で右側の上の部分、ポジション別のチーム内番手表となっています、うん、で右の真ん中には2020シーズンのルーキープレイヤー、右下には主役の若手と注目株を入れておいてありますと、うん、はい、いうところで、まあ、豪華だよね、はい、左側から見ていきますが、谷口ジェジエのセンターバック、孫亮のキーパー、ここはもう不変と、はい、で右はもうこのまま山根が何事もなければずっと定位置掴んでそう、うん、はいはいはい、で左が車屋と、のぼぴーですね、のぼぴー、のぼり里プロデューサー、はい、去年は、ね、はい、現鹿島アントラーズの杉岡大樹選手のことを、まあ、課長という、はあ、確かにね、言い表し方してきましたけど、のぼぴー今年は定着させていきたいなと、ね、ピッチの中でプロデューサーたる感じなんで
ですか。だんだんなってくるかもしれないですね。そ そういう演出家ができるようになってきたら川崎もやっぱり優勝なのではないか。あれだけね、あの映像演出できるってことはやっぱそういうことですからね。結局人間の技術っていうのはね、それでプレーできるますからね、はい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 、ただね本当の演出家前にいますからね。まあそうでしょう、あの方でしょ、10番の、はい、ゴッドゴッド大島ゴッド大島なんですね、はい、もはや神様ですからね。そんな感じさえしてきたな、うん、彼はもう僕らの中ではもう神様と、データ的にも神様なんです。データマンから見るとよりそうなんですか。あのそれこそ彼が、あの演出家なんですよね、はいはいはい、スターターと僕は読んでるんですけど、スターター彼はパサーとかあの、うん、じゃなくてスターターなんです。あれですね、何本先のパスまでちょっと見据えた1本目のパスを出すと。そうなんです。だから昔からよくあったのが大島がサイドに出して、うん、家長がポン真ん中の U でドーンとか、はい、大島が出す健吾がさらにパスで U がドーンとか、はい、っていうのが結構多かったので、うんうん、まあ、いわゆるそうなってくるとゴールはその U になるけどアシスタが家長だったり中村健吾になって その前の最初の手引きを行った大島亮太がスターターの起点役という形になってくるわけでございます。で右下にも書きましたが、うん、そんな大島亮太選手が、怪我なく、はい、フルシーズン、うん、いてさえくれば優勝です、うん、はい、断言するレベルかもしれませんね。はあ、うん、でそろそろだからやっぱり中村健吾選手がね、うん、まあ、ずっとスタメンでこのチームでやってきてたけれども、はい、開幕からこんなに長期離脱してることなんてやっぱりなかったじゃないですか。で言ってしまえばやっぱ年齢的なものもあってだんだんさすがにこうチェンジしていくタイミングにもなるので、うんうん、そう考えやっぱり中村健吾だけに頼ってるわけにはいかないと。そうだね、そうで家永選手もやっぱり30代中盤ぐらいになってきましたから、うん、もう大島で行くし、うん、大島の次がそろそろもう出てこなきゃいけないと。なるほど。でもその次のところはもう青がいてくれるし脇坂もいてくれるので、うん、そう考えたらまあ大島さんにまあ10年ぐらいとりあえず頼らせていただいて、あ、そのぐらいやれるってことですね、うん、ということかなと。ただその中で一番見てほしいのは、はい、うん、ノボピーもいるし、うん、青もいる、はい、大島もいる、ダミアンもいる、うん、期待のルーキーもいるんだけど、できた、たっちゃんね、たっちゃん、長谷川さんじゃないですよ、たっちゃんでございます。これはもう注目なんでしょう。わ、木坂長谷川っていうのはもうすごい注目なんでしょう。あれまさん、あれ僕長谷川達也って書きましたよね。そうですよね。あれサディオマネっては書いてないですよねそういうぐらいのプレイヤー、そういうことなんですよ。あ、リバプールのマネのような、まあ、ポジション一緒ですよ。ええ、ほうほうほう、もう違うんですよ。違うんだ。違う、はあ、あの彼をジャパニーズプレイヤーというか、はあ、それだけで考えちゃいけないし、ドリブルで考えたら、あれなんかアフリカ人が身体能力高いって言ったけど日本人でもできるじゃんっていうぐらいに長谷川達也選手がもう別格、はい、だアリシヒのそれこそあの松井大輔選手、あのフランスリーグなんかでも日本人がこんな形でドリブルできるんだって言ってたくらいよりも上に行ってます今。本当ですか。そうだからパスの神様が大島亮太ならば、うん、ドリブルの神様が今長谷川達也。神様いっぱい、矢をよろずの神が川崎には。そうなんです。は、川崎神社建立のお知らせダミアン大名人もおりますよねこれね。そうなんですよ。そう、そうなんです。そんな感じになっておりまして、だ長谷川のドリブルっていう形もありながら、あとは宮城選手が右のハーフスペースの例えば受け方がうまかったり、小林とか旗手やっぱりストライカー的な能力があったりする。だもう2列目このウインガーなんかも相当激しい戦いがあるんですよ。そしてその中でもう一人言いたいのが三笘薫、はい、右側のルーキープレイヤーのところにもライトレッグクロスなんて書きましたが、すごいんですよこれ。ルヴァンでも披露してくれたんですけど、今年彼が見てほしいのはまあね、ルーキーだからやっぱ試合に出場するところですとかあるじゃないですか。違うんですよ、試合に出場するのはもう自分で分かってるんですよ。分かってるから僕の右足のアウトサイドキックのクロスを見てくださいと。あのかっこいいよね、右のなんかこうアウトで上げる左から。そう、左サイドにいて左か左足でのクロスじゃなく右足でぐるんと逆回転かけて上げてくるクロス、すごいねあれね。それ見てほしいと言うんですよ。実際早速披露でしょ。そうだよね、これはすごいよ、期待しちゃうな。だから主役の若手に三笘薫も、これはもう旗手もそうだし神谷もそうだし、はい、そうなんですけど、はい、で注目株に、大島で J サポ向け、そしてもう海外まで注目してほしいこの長谷川達也という形で、ラインナップをさせていただいた川崎でございました。ちょっとワクワクしてきちゃいましたね先生ね、本当にね、はい、始まりますよ、始まりますよ。そして先生下のタグが
ついております。なんか黒いタグね、はい、この左2つが今日やったやつということで。そうです。でこれ以降ですね、年間にわたってやってくれる、はい、うん、J3 までのこの開幕シリーズを全部出し切った後、はい、3月のまあ中盤あたりからかな、うん、J1 から J3 までの全クラブ全選手の選手名鑑シリーズをやっていきたい。喋りでですよね、はい、はい、行きたいと思います。喋ると図もあるんです、ね、図もあります、はい、データももうしっかりアルティマニアという形で僕はコードネームつけてます。クレイジーデータマンやった、はい、続いて、うん、それと夏には夏季中間報告シリーズということで、はい、先ほどこちらもね、あの当面の主力と言いましたが、うん、まあ、やっぱりもう夏で一気にガラガラっと変わることも多くなってきた、し今年は東京オリンピックで、そこでオリンピック組が活躍すれば、はい、若手こっそり海外になんてこともあり得てしまうので、ね、そこでまた今回夏季中間のところでこういう戦力シリーズをやってきた、ね、はいはい、であとは前後のところでチーム別の戦術論だとか、うん、シーズン終盤戦には新台所事情、はい、そして終盤終わった後ですね、通信簿と、この間終わったばっかりですけどね、次の通信簿も、シーズン終わってからはいやっていきたいと思います。年間のこれがフローになっていくわけです、うん、全チームですね今年は。はい、マサすごい情報量、はい、海外もありますよ、バッチコイ、ありがとうございますやっていきましょうというわけで、ぜひチャンネル登録してね、受け止めていただいて、よろしくお願いします。並びにこの動画のね、それの拡散並びに高評価もいただけると、我々のね、頑張れるモチベーションになりますね。ぜひよろしくお願いします。よろしくね、あれでスプリント数で我々はね、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします、ライブ配信もやってます。月曜日の9時から、はい、ね、皆さんとコメントともにワイワイ楽しくやっております、うん、一回ね覗いてみてください。そして、はい、でライブも劇場で東京でやっておりますので、詳しくは概要欄その他でご確認いただきたいと思います。ツイッターでね、そのお知らせは先生もいっぱいしてくれてます、うん、やります。そして試合開催日には先生のね、もう稲妻ツイッターがうなっておりますので、やったぜひそちらのフォローして、ね、やるでやるで、楽しんでコメントもください。よろしくお願いいたしま す。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日聞いてくださいね。いってらっしゃい。